さんこんばんは。どうも、ポンデシです。本日のニュースです。未発表の新しい拡張パックからエモンガの紹介です。はい、雨の中をね、飛びながら雷的なね、エフェクトが後ろにあるというね、かっこよくもかわいい、そういったイラストになっております。技見てみましょう。 N キャッチ。自分のトラッシュにある基本エネルギーを3枚相手に見せてから、手札に加えると。もう1個、ボルテージ30度目に与えまして、このポケモンをベンチの雷ポケモンと入れ替える。はい、以上の2つの技を覚えております。N キャッチの方はね、単純に、無色エネルギー1個で使えまして、基本エネルギーをね、3枚戻せるというね、エネルギー回収に近い効果を持った技で、非常に便利ですね。はい、無色エネルギー1個で使えますので、まあ、このね、ポケモンを使ってあげてもいいですし、マーシャドウ GX でね、トラッシュに送ったエモンガの技として N キャッチを使ってあげるというね、そういった使い方もできます。はい、もう一個の技ね、ボルトゲンジの方は、30ダメージを与えながらエネルギー庫でね、後ろのベンチポケモンカミナデッドと入れ替えられますので、これをうまく使ってダメージを与えながらね、ベンチの別のポケモンに入れ替えてあげるという動きができます。まずは今回はね、診断未発表ですので、軽くジャブといった形になります。また新しいカードが登場するのをお待ちくださいませ。それでは本日のニュースを終えて、また来週。